今日はのんびりするか。ゆっくりポテチでも食って、ぐーたらしようかな、と。リムルさん、いますか？入ってもいいですか？お、この声は。ああ、入っていいぞ。こんにちは。遊びに来ちゃいました。やあ、スミレ。どうぞどうぞ、適当に座っといて。ありがとう。うわ！ポテチ食べてる！ちょっと待っててな。スミレの分も出すからさ。本当？やったー！この子の名前はスミレ。見た目通りの女子高生だ。その女子高生がどうしてテンペスト、いや、この世界にいるのかというと、スミレは俺みたいな転生者とは違う。いわゆる転移者だ。そこの君、見慣れない顔だけど、旅のものか？私は、スミレ・マキノ、です。ある情報を集めていて。最初は結構訳ありな風だったけど、みんなと打ち解ける中で、年相応の面も見せてくれた。食事、ごちそうさまでした。ポテチ、食べたいな。あ、ポテチ？今食べたいのか？すみません、失礼でした。で、ん？リムルさん、ポテチ知ってるんですか？そうして、スミレが打ち解けてくれた後、俺たちの仲間になりたいと申し出てくれた。理由は、私、この町推しなんで。おう。とまあ、いろいろ変わった子だけど、今じゃ大事な俺たちの仲間だ。うん。やっぱりポテチ美味しい。そうだろ？なんせ揚げたてだからな。使ってる塩も結構いいもの使ったりしてこだわってみたんだ。へえ。ねえ、リムルさん、ポテチのアレンジとかはしないんですか？アレンジって言うと、コンソメとか海苔塩とかか？それならすぐできるけど。ああ、いえ、もっと思い切った感じです。例えば、そう、蜂蜜をつけたりとか。蜂蜜？いや、そこまでやろうと思ったことはないな。でも、チョコポテチとかはわかりますよね。私、ああいうのがすっごく好きで。甘いとしょっぱいのハーモニーって感じで、蜂蜜も美味しそうだと思うんです。ふむ、甘いとしょっぱいか。確かに盲点だったかもな。よし、蜂蜜ポテチ、作ってみようぜ。本当ですか？じゃあ、私も手伝います。ああ、せっかくだし、いい蜂蜜を用意しようか。アピトが集めてくれる蜂蜜は最高なんだ。はい、蜂蜜ポテチ、楽しみです。よし、魔獣に邪魔されたけど、蜂蜜はアピトからしっかりもらえたな。これだけあれば十分だろう。追加のポテチは、シュナに作ってもらうか。さて、どんな味になるのやら。やばい、早く食べたくなってきちゃいました。シュナ、いるか？はい、リムル様。あら、スミレさんも一緒だったんですね。はい。これから蜂蜜ポテチを食べようと思って、追加のポテチを作ってもらいたいんです。蜂蜜ポテチ？ポテチに蜂蜜をかけるんですか？ダメでしょうか。ああ、すみません。ダメというわけではありませんが、どうも味が想像がつかなくて。蜂蜜は甘いもの、ポテチはどちらかといえばしょっぱいもの。この二つを合わせた時にどんな味がするのやらと。まあ、俺も試したことないからな。騙されたと思って作ってほしいんです。きっとすごく合うと思うので。わかりました。そこまで言うのであれば。では、蜂蜜もお預かりしますね。ああ、頼んだぞ。蜂蜜ポテチ、楽しみです。お待たせしました、リムル様、スミレさん。
あら、お兄様もいらしたんですか。ああ、リムル様がいたのを見かけたのだが、何やら面白いものを作らせていると聞いたのだが。はい、ハチミツポテチというらしいのですが。ハチミツポテチ？ポテチにハチミツ？ああ、スミレの提案でな、面白い組み合わせだろ。でも絶対に美味しいと思うんです。おお、そこまで言うのであれば俺も一口いただこう。私もいただいてみてよろしいでしょうか。もちろん、みんなで食べよう。じゃ、いただきまーす。これは、不思議な味ですね。正直、蜂蜜の甘さとポテチの塩気が喧嘩してしまうものかと思っていたのに。ああ、喧嘩どころか、お互いを引き立てていると言えばいいか。なんだか癖になる味だ。でしょでしょ。へえ、初めて食べたけど、こりゃうまいな。お菓子作りにおける常識を壊された感覚です。本当に美味しい。本当に幸せ。ポテチ最高。そんなに嬉しかったのか。作ってもらった甲斐があったよ。はい。あれ、あ、最後の一枚。ちょっとベニマルさん、食べるペースが早いです。癖になるからって、もう。いや、そんなことは。というか、スミレもかなり食べていたはずだが。だって、感極まっちゃって。ちょっとくらい多く食べてもいいじゃないですか。じゃあ、そういうことで、この最後の一枚は俺が。させません。最後の一枚はよく喧嘩になるけど、まさか蜂蜜ポテチでその光景を見るとはな。もう喧嘩はやめてくださいね。まだまだ蜂蜜ポテチは作れますから。すまん。こちらこそ。ハマると抜け出せない蜂蜜ポテチの魔力、恐るべしだな。ふう、蜂蜜ポテチ最高。これで炭酸ジュースもあればもっと最高なんですけどね。うわぁ、なんて罪深いことを考えつくんだよ。炭酸とポテチを揃えるなんて。炭酸ジュースですか。そうそう、あの組み合わせを味わってしまえばもう知らなかった頃には戻れないぜ。そこまで。それは興味がありますね。飲み応えがあって爽やかで、ぐく。リムルさんも飲みたくないですか。そう来ると思ったよ。こういう話してると無性に飲みたくなるもんだ。しょうがない、それも作ってみるか。味付けは適当な果汁を絞ればいいかな。となるとあとは炭酸か。俺のスキルで再現するのは簡単だけど、それだと味気ないよな。そういえば以前黒部がその炭酸に関わる鉱石の話をしていたような。本当か。どこで取れるとかは聞いたりしたか。確か町外れの洞穴にあると。水の中でアブクを立てているので分かりやすいと言っていました。まさに炭酸だな。とりあえずその石で試してみよう。メニマル、洞穴まで案内してくれるか。承知しました。どのような飲み物となるのか楽しみです。私も探したいです。言い出しっぺは私ですし。私も同行いたします。頭数は多い方がいいでしょうから。助かるよ。よし、それじゃあ探しに出発。リムル様、ここが炭酸を出す石があるという洞穴です。おう、案内ありがとな。じゃ、手分けして探すとするか。はい、水中でアブクの立つ石を探せばいいのですよね。スミレは俺と一緒に探そう。大丈夫だとは思うけど、
万が一があったら困るしな。わかりました。ありがとうございます。このホラーな、思ったより広いな。滑りやすいから気をつけろよ。はい。おっとっと、大丈夫か。平気です。ちょっとつまずいただけなので。あ、そうか、よかった。怪我したらみんな心配するんだから気をつけてな。はい。あの、リムルさん。ん、どうした。ハチミツポテチとか炭酸ジュースとか、私の思いつきを叶えてくれてありがとうございます。何を水臭いこと言ってんだよ。というか、言ってくれたおかげで俺も作ろうって思い立ったんだから。こうして平和な時間を過ごすのは俺の望みなんだ。スミレが仲間になってくれてから、そういう時間が増えて嬉しいよ。本当ですか。私いつも迷惑ばかりかけてるものだと。言っただろ、もうスミレは仲間なんだから。迷惑とかそんなこと気にするなって。ありがとうございます。やっぱりみんなの仲間になってよかったです。しかし、なかなか見つからないな。そんなに珍しい鉱石なのか。一度ベニマルたちと合流して見つかったか聞いてみるか。ベニマル、シュナ、そっちはどうだった。こちらはまだ見つかってません。水場を重点的に探してはいるのですが。私も同じく。その、すみません、皆さん忙しいのに巻き込んでしまって。いや、炭酸ジュースとやらに興味を持ったのは俺だ。スミレが気負う必要はない。ええ、苦労した方がより美味しく味わえるはずです。諦めず炭酸石を探しましょう。はい。お目当ての石はこのホラー穴に必ずあるはずなんだ。必ず見つけ出そう。この水場、まだ調べていませんね。もしかすると。あれ、石からブクブクってあぶく出てませんか。じゃあこれが炭酸を出す石か。やっと見つけたぞ。これで材料は揃ったわけですね。炭酸とポテチ、果たしてどんな組み合わせになるのか。よし、持ち帰ったら早速試飲会だ。炭酸を含ませた水に果汁を入れて。はい、これで炭酸ジュースの完成ですね。おー、リムルさん、早く飲んでみましょう。じゃあこの蜂蜜ポテチと一緒にいただくとしますか。これこれ、このシワシワを求めてたんです。これは確かに蜂蜜ポテチとの相性が抜群ですね。甘い蜂蜜が炭酸で爽やかに広がる感じで。でも、なんだか悪いことをしている気分です。ただポテチとジュースを食べているだけのはずなのに。背徳感ってやつか。確かに悪魔的な組み合わせだな、この二つは。ポテチと炭酸からしか得られない何かが体に染み込む感じ。幸せ。俺もいろいろと再現はしてきたつもりだけど、やっぱり他からの意見もある方が幅が広がるな。そんな、ただ欲しいものを欲しいって言ってるだけですし。それが大切なんだよ、この世界では。ほら、この際だからもっと欲しいものを言ってみなさい。これ以上欲を出せなんて言われたら、私とんでもないですよ。構わないよ、どんと来いだ。じゃあポテチに炭酸もあって、ここまで来たらもうテレビゲームも欲しいです。なんて。テレビゲーム。本当に君ってやつは罪深いことしか思い浮かばないな。全く想像がつきませんが、きっと素敵なものなのですよね。俺も興味があるな。
テレビゲームとはどういったものなんだ？はい、ですね、スミレのおかげでまたテンペストが賑やかになった。テレビゲームの再現はまだ先だろうけど、俺も遊びたいし、いつか挑戦してみたいよな。